ソイカウボーイ。ソイカウボーイは、タイ王国の首都バンコクの歓楽街の一つである。短い通りに約40軒のバーが連なっており、独特の雰囲気を醸し出している。店のほとんどがゴーゴーバーと呼ばれるスタイルで、肌を露出した女性が、ステージの上で踊り、その周りに座る客に酒を提供している。ダンサーのほとんどが売春婦であり、バーにペイバーと呼ばれる連れ出し料を払えば、店外に連れ出すことが可能である。またこれらの店には、外国人客と同伴でない限り、タイ人の客は入店ができない。通りの名前であるソイカウボーイは、アメリカ人の元飛行士 T.G.カウボーイ・エドワーズがこの地でバーを開いたことに由来する。黒人である彼は常にテンガロンハットをかぶっていたので、ニックネームでカウボーイと呼ばれていた。2001年にタクシン・チナワットが首相に選ばれた時に社会秩序キャンペーンを起こした。このキャンペーンの一環として、すべてのバーとナイトクラブは午前2時までに閉店しなければならなくなった。そして公式にエンターテインメント地域に指定されたすべての地域は午前1時までに閉店することになった。2010年現在、ソイカウボーイは午前1時になるとすべてのネオンが消されるが、営業は午前2時まで行われている。場所としては、スクムウィットソイ21とスクムウィットソイ23を結ぶ通り、バンコクスカイトレインのアソーク駅、バンコクメトロのスクムウィット駅からすぐの距離。ありがとうございます。